はい、どうも皆さんこんにちは、ソルトです。スカイリム、バルキアール城のね、攻略の続きをね、やっていきたいと思います。結構ね、敵強いんですよね。数も多いですし、さあ早速この先ね、行きましょう。あれ、何もなし、何もなしだな。いるものは近づいていますわ。確かですのよ。うん、それはわかる。だいぶ確信に迫ってきてる。誰かに見られてるんだよな。なんだ、誰かに見られてる。誰かいるぞ。こいつか。なわけない。誰か隣の部屋いるんだろうな、これ。あれ、上か。いないけど、誰かに見られてたのは間違いないからな。あれ、いないな。本当にこの先だわ。扉、こう動くじゃん絶対。これ全部動くパターンだろこれ。よし、これちょっとね、もう武器に切り替えておこう。さあ行くぞ。絶対動くからねこれ。もうやばい、絶対動くじゃんこれ。降りますか。どこから来ました。オッケー。まだ来るか。ちょっと待て、これは死ぬ。あ、レベルアップを使った方がいいな。どうしようかな。スタミナをとりあえず増やして弓レベルアップしておこう。とりあえず今使わないけど弓はアップしておきたい。まだ来る？オッケー、終わりかなこれで。ガーネット、鉄はいらない。近づいていますわ。いや、わ、あんたそれしか言わねえじゃないか。たどり着いてないと思います。マジか、まだか。クジャク石、ルビー、おお、大量大量。この辺りにはきっと秘密の通路があるはずですわよ。ガーネット、クジャク石、金鉱石来たね。これ何、これ吸血鬼の王族の鎧だよこれ。ちょっと見てみよう。王族軽装なんだ。すごいね、マジカの回復は 125% 速くなるって相当すごいよこれ。へえ、いらねえ。ああ、近づいていますか。確かですね。こいつは動かなかったんだな。こいつも動くかと思ったんだけどね。さあこの辺怪しいけどね、絶対飽きそうな感じがするよね。ああ、回す、やっぱそうか。使い、まあ召喚の巻き込みもらっておこう。あと上にね、階段があるから。これなんだこれ、これ何の階段これ。これただただここに来るだけ。ああそう、
うん、あの食台を回そう。そしたら多分開くぞこれ。さあクロスボウに装着。さあ結構上に上がっていくんだね。ほう、なんだここは。敵はパッと見いないな。誰かに見られてる。またこれゴーレムいるぞ。ここに違いありませんわ。さあちょっと探索させてくれ。母が資料室にのめり込んでいたことは。あ、お前の母ちゃんネクロマンサーだったのか。だって私の知ってる。すまんな、ちょっと話の途中でガンガンやるけど。割ったものですのよ。でもこんな仕掛けがあるなんて夢にもませんでしたわ。ご覧になって母は何。これあからさまになんかスキルショーっぽいのに違うんだねこれ。かけてこういう部品は見ていたに違いありませんわ。あー、なかったか。それにしてもこれは何なのかしら。本当な、確かなことは言えませんけど、でもこの円環明らかに何か重要なものですわよ。バーク、あ、バルコニーに出るんだ。なるほど。探してみましょう。母の行き先の手がかりがどこかにあるはずですわ。なんか無視しすぎたせいで強制的に何を見つければいいんだ。母の研究は実に入念なものでしたの。記録を見つけられればそこに手がかりがあるかもしれませんわ。もう一つの清掃の書について何か手がかりは。デキソンがあの書のことを何か言っておりましたわ。あれは一体ドラゴンに関係するものかしら。なんかそんなこと言ってたよね。ウィンターホールド大学に行って聞いた方がいいですわね。彼らなら何か知ってそうですし。今からウィンターホールド行けってか。母親はここでガーゴイルを飼っていたのか。見たことはございませんの。母や魔術で作られたものに興味を持ってはいましたけれど、あなたが思っている意味ではなく神秘的に感じていた程度のことですわ。彼女の研究室はかなり本格的みたいだ。研究所があったなんて存じませんでしたわ。客間に錬金術の道具を置いてはいましたけれど、ここにあるものとは比較になりませんのよ。研究の内容は。器具や素材を見る限り資料術を掘り下げようとしていたようですわね。何のために。わかりませんわ。長寿の研究ではなさそうですわね。吸血鬼にとっては無用の長物ですし。まあそうだな。家族について教えてほしい。説明できることはそう多くありませんわ。父の脅迫観念はその目でご覧になったでしょう。母の方だってそれと同じくらいひどいものでしたわ。もうすぐお分かりになりますわよ。仲は良かったのか。父が、いえ違いますの。ほとんど母とばかり一緒におりましたけど、娘というより幼女みたいに扱われていましたわ。あなたはどうなのです。ご両親はどんな方でしたの。質問に質問を返すとは。あれ、ちょっと待って、なんか勝手に、てか知らないからね。両親の顔は知らない。物心ついたところには一人だった。その気持ちわかりますわ。もちろん同じだという気はございませんの。ただ私も寂しい子供時代でしたから。ちょっと出れたね。まだ孤独を感じるか。そうでもございませんわ。さあ先に進みましょう。あれ、なれ、ちょっと痕跡の一部、痕跡の一部。宝箱、いや少ねえな。立派な宝箱に関して9ゴールドで
じゃあちょっと下から見ようかね。彼女のノートを探しましょう。紙のロール。多分日記か何かをつけていたはずですわ。痕跡、黒痕跡ってなんだこれ。痕跡のかけら、ああいうのいらないからね。うわ、痕跡は嬉しいなこれ。おお、極大痕跡ゴールド。炎の炎鉱石にニルンソウとベニテングだって。この辺はちょっともらっていこう。何これ、歯。おお、なんかいっぱいあるね。いいね。アビシアンロングフィン、よくわかんないけどな。所持重量が重い、マジで。しょうもないところで重いって言われたな。材料、とりあえず材料見てないやつは食おう。パール、スタミナ回復ね。まだ重いか。薬だね問題は。じゃあさっきのでは薬を使っとこうか。よし、これで重くなくなったぞ。じゃあちょっと錬金術でなんか薬作っちゃいましょうか。さあ体力回復系ちょっと作りたいんだよね。おお、いいじゃん。おー、いいじゃん、作れる作れる。オッケー。あとはね、毒作りたいね。毒、あれ毒ってない。体力減退あった。デスペルトニルンソート、オッケー。所持重量が超重いらしいわ。そうか、さあもうガスガス作っていくよ。もうね、おお、錬金が上がる。いいね。ちょっと物の整理がてらちょっとやってるだけなんだけど。オッケー。さあ相当ね重量重いと思う。なんか錬金すればなぜか重量が重いものができるって。ちょっとフリーズ気味だし大丈夫か。薬大量にできちゃったね。重量でも2しか上がってない。2だけか。毒系が大量にできたよね。毒と回復が同時に起きるってどういうことやねんっていうね。あー、どうしようかな。なんかその他で捨てるものあるかな。結構鉱石系ね取っちゃったんで重くなっちゃったよね。武器系いらないのあるか。重量が重くていらないやつ、武器か。じゃあ多くの弓、この辺だね。この辺ちょっと持たすか。うわ、重い重い。セラナ、セラナどこいる。あれあれ、セラナこの辺いなかったか、さっき。あれあれ、セラナ、あれあれあれ、あ、いたいたいた。
セラーナちゃんちょっと荷物を持ってほしいかな。多くの弓を持ってほしい。おい、彼女のノートを探しましょう。多分日記か何かつけているはずです。持ち物交換できない系。あ、そう。そういえば母は小さな、あの小さな日記そこになんかあるな。そういえば赤色の分がそれかもしんないね。多くの弓捨てる。えい、気をつけておりましたが。あー疲れた。見つかりますかしら。あの弓一つでもう持てなかったっていうね。おお、なんか結構行ける場所あるね。あ、不樹、あー、ここにあった不樹木解除すればよかったな。ついでに何かつけましょうか。不樹で何かある。いいの。とりあえずなんか攻撃つけようか。炎のダメージでもつけて、えい、10ポイントのダメージを与える。いいじゃん、これで作成。とりあえずちょっとね試しに。塩、魚、塩、よし。じゃあちょっとリディアにそれを、これな、これ重いんだったらこうやって持っていけば軽いんじゃねえの。あ、ぶっ飛んだ。まさかの持たなかったら、カバンに入れなかったら持ち運べるという事実。よし、これで持ってこ。これ解除したいんだよね。マジか、手で持たなかったら持ち運べるんだね。重くないという。解除。あ、残念、も解除したことあったか。多くの弓じゃいらねえや。じゃあこれ、ここプレゼントな。プレゼントっすわ。さあ、じゃあ多くの日記の方を探そう。日記多分これだろ、この赤いやつだろ。これバレリカの日記だ。バレリカっていうのが多分お母さんの名前なんだよ多分。 OK、 セラーナと話す。セラーナ、まだうまくいきませんこと。母親の日記を見つけた。そうですの、見せてもらえて。そのソウルケルンとやらは一体。聞かされた話しか知りませんわ。母は痕跡に関する仮説を話してくれましたわ。中の魂が消費されてもただ消えるのではなく、ソウルケルンの中に送られるのかもしれないと。消耗した魂の行き先を気にかける理由は。ソウルケルンには強大な力を持つ存在が複数いる。資料術師はそれらに魂を送り、見返りとして力を得ている。母はそういった存在と接触を取れないか、つまりソウルケルン自体に行けないかという検討にかなりの時間を費やしましたわ。彼女の足取りを追えば見つかるのだ。部屋の中央の円が何らかの転移網なのは間違いなさそうですわね。読み間違いでなければソウルケルンへと無事に入るための手順が記されていますわ。ほう、何が必要だ。痕跡の破片をいくつか、細かく引いた骨の粉、浄化された虚無の塩をかなりの量。ああ、なんてことですの。どうした。彼女の血も少し必要みたいですわ。それが手に入るくらいならこんな手順はそもそも必要ないというのに。あなたの血を使ったらどうだ。あら、まあ悪くないですわね。それでこと足りると願いたいですわ。こういった転移門で手違いをしてしまうと、それはおぞましい結果になることがございますのよ。マジか。とにかくそろそろ始めましょう。材料はここで全部揃うのか。ええ、あるはずですわ。母はそういった素材を研究室にたっぷり蓄えていたから、探せば見つかるかと。オッケー、さっきね見たよ、この辺にあったよな。
これほら丁寧に。であとね、俺間違って変なことやってないよね、大丈夫。あと痕跡の一部がいる。痕跡のかけら？なんて言ってたっけ。あ、これだ、痕跡のかけらね。あとなんだっけ、虚無のなんてらとか言ってた。なんでお前はいきなりそんな、お前が集めるってお前が探さないっていう、このその感じがわかんない俺。どこにいる、これに入れるの。満たす、満たすってなんだよ、満たすって。ちょっと待てよ、あと何がいる。浄化された虚無の塩を手に入れる。塩がないのね、虚無の塩。どっかこの辺なかった。卵、卵ちゃうな。虚無の塩あった。あ、こ、あ、そっちじゃない、え、こっちか。オッケー。あ、トンボがある、これちょっと取っとこう。フラゴンって何、なんだフラゴンって。なんか聞いたこともあるような気もするけど、なんだろうな。おお、いきなり準備万端じゃないか。よし、これでセラーナ、あとはお前の血だけだ。あとは私次第というわけですので。その通りだ。準備はよくて、私の血を加えた時に何がどうなるか確証はございませんわよ。そうだな、準備はできている。さあ行きますわよ。行くぞ。あ、噛む感じ。いや血出すぎだろ。ご先祖様、なんてことです。母は本当に成し遂げた。ソウルケルンに通じる転移網を作り上げたのですよね。おお、すげえ。さあこれでソウルケルンというところに行けるようになったと。すごい、ただただすごいですわ。ソウルケルンについて聞かせてほしい。ソウルケルンはデイドラの領域であるオブリビオンのほんの一かけらですわ。そこはアイディールマスターと呼ばれる不可死の存在たちが支配する場所ですの。母親がそこまで固執した理由は正直わかりませんけど、資料術師は誰でも魂を欲しがりますから、同様の何かがあるのかもしれませんわね。アイディールマスターとは一体。誰も本当のことを知りませんわ。聞いた限りではそれらを目にしてタムリエルに戻れた者はいないようですけれども。だとしたらどうしてそいつらが実在すると確信が持てる。いろいろな話を読みましたわ。彼らとの疎通を成功させた愚かな者たちの話を。アイディールマスターたちに魂を捧げればアンデッドを呼び出す力を授けてくれる。まるで小取引のように。ふん、愚かな者たち、どうしてそう思う。話のほとんどではアイディールマスターたちに出し抜かれた資料術師たちが死んだり、いっそ死にたいと思ったりする結末でしたから。なるほどね、はい、準備はできておりますわ。ですね、このまま行ってしまうともうソウルケルンと言われるところにね入ることになってしまいそうです。ということでね、キリがいいですので本日はこの辺りで終了したいと思います。ではまた次回ね、次回はソウルケルンですね、やっていきたいと思います。では本日も実況ご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いいたします。ソルトでした。